どうも皆様、こんばんは、マーヤです。XCOM Enemy Wisdom 続きからやっていきたいと思います。イベント情報を見ていきましょう。でね、評議会レポートの方がもうあと3日ですね。はい、ってことでね、とりあえずは評議会レポートまで突っ込んでいっちゃいましょうかね。OK。でね、あとアップリンクがあと1日か、活動をスキャン。OK。評議会レポートまであと2日なので、パニックレベルが最大の地域、ここにはですね人工衛星を発射しとかないと脱退されてしまいます。なのでここに衛星を発射、はい、衛星を発射することによってパニックレベルを下げることができますね。でパニックレベル最大が今のところないので、まあ、このまま評議会レポートに突入しても脱退国ゼロでいけますね。でアメリカ大陸、北米ですね、北米に衛星を配備したので、ハンガーに行きまして、シップリスト、北米ね、ここに迎撃機を発注で、発注しておきましょう。人工衛星を発射した地域に、迎撃機を注文しておかないと UFO が現れた時に人工衛星を破壊されてしまいます。はい、これを忘れずに行いましょう。でこの感じで評議会レポートを突入いたしましょう。OK です。はい、なかなかいい感じで進んできております。脱退国ゼロでいけてますね。 OK、 とりあえずね、とりあえずメインミッションの方を進めていかないと話にならないですね。エイリアンの生け捕りですよ。それをねちょっと終わらしたいと思いますよ。さあ行きましょう。パニックレベルの高いところ、ってことで、ここはね、イギリス、ヨーロッパ大陸ですね。こちらのベリーハード行きましょうか。報酬が技術者4人ですね。ここ行きましょう。さあ、来ましたよ。どういう構成で行こうかな。で、彼女、アサルトの彼女、カラパスアーマー。着させましょう。黒が似合うかっこいいアサルトですよ。このアサルトはね、攻撃アサルトで育てていきたいと思います。かなり期待しておりますので、はい、彼女にね、まあ、攻撃型アサルトなので、まあ、前線に出てガンガンね戦っていくタイプなので、ちょっと防御力を高めましょう。ナノファイバーベストを着させましょうかね。はい、彼女これでいきましょう。でどうしようかな。ちょっとじゃあ今回はノラに休んでもらいましょう。木下優香つけて、これでねちょっと捕獲いきましょうかね。あれちょっとレーザーライフルもう一丁欲しいね。じゃあね、この彼女、この彼女にショットガン持たせよう。はい、ではねこの感じでいきましょうか。舞台監視遠距離スナイパーの、ゴリさんで、メック2体と、サポートメディックの木下優香で、防御アサルトのギブソンで、新兵なんですけれども、攻撃型アサルトで育成中の、名前がリーナ、黒の似合うアサルトですよ。この構成でいきましょう。さあマップはこんな感じですね。メインはこの建物の中かな。でここにメルドが一つ確認できますね。まあこんな感じですね。まあ、今日はねちょっとモンスターの捕獲の方を優先的にやっていきたいと思います。ぼちぼちね捕まえておかないとどんどん敵が強くなっていくのでね、ちょっと厄介ですね。ってことでいきましょう。まずはゴリさん、ゴリさんの位置取りはね、ここの車線をちょっと通そうかな、ズボッと。なのでゴリさんこの辺でいいんじゃねえか。ここでいいや。でシドニーさんちょっと走ってもらいましょうか。木下さんここまで行くか。うわー、ゴリラ3匹来たか。恐ろしいわこいつらは。怖いわほんまに。さあこれ捕獲するの大変やなこれ。とりあえずね2匹殺して1匹だけ残して、で弱らせると。
で木下さんで一気に走って捕獲、この感じで行こうかな。でね、ギブソンがショットガンなんで、もう近づかないとどうしようもねえな。一旦ね、ラン&ガンで島まで回避しようか。あ、ショットガンじゃねえわ、間違えた。 62% 出るね。ってことでこれ撃っとこうかな。あ、ちょっと待てよ、ゴリさんは、ゴリさん車線入ったね。一応ここで車線入ってるんで、どうしようかな、ピストルで監視しとこうかな。とりあえずみんな動かしていこう。でラン&ガンでどこまで、ここまでいけるね。よし、ラン&ガンで出そうか。ちょっと攻めるぞ。彼女ショットガンなんでね、ちょっと、あ、それでも 58% 出るね。よし、これで撃ってみよう。頼むぞ。ナイス。おーおーおーおお、ナイスやな。どうしようかな、これで取れるか。 62% 頼む。おお、なん、あ、あと2ポイント残ってるね。チャンス。ただアーマー変えたらやっぱすごいですね。体力が一気に増えたな。このアサルトのギブソンの体力が何ポイントある、これ。19ポイントありますね。かなり強くなった。よし。で、アサルトはね、このギブソンさん、アーマーの重さによって体力を増加させるというアビリティを持ってますので、かなり体力が増えました。さあ、メック行きましょう。ここまで出るかな。で、ボスマン。あ、ボスマン。ボスマン、ここまで来て、ちょっと犠牲になってもらおうかな。あ、木下さんがいけるか。よし、ここで優香さんはスモークグレネード、これいきましょう。全員入るか。 OK、 OK、 どうするよ。よし、吠えろ吠えろ吠えろ。なんかアビリティ使いやがったな。当たるか、当たるか、マジかよ。あと2ポイントボスマン。ありゃー、やってもうた。捕獲してー、ここまで入らなあかんからね。よし、じゃあね、とりあえず遠距離監視スナイパーのゴリさんの車線が通ってますね。全部通ってるよ。94、74、94、こっちの94行こうかな。ヘッドショットで頼むぞ。おっしゃ、来たー。 OK、 ワンゴリラダウン。ちょっとボスマンさん、これ戦線離脱やな。どうしようかな、一旦ここまで行くか。あんまりね、前に出すぎると、またね、別のグループを、あー、やってもうたー。あっかん、これ赤いやつや。別のグループを起こしてしまうかもしれんからねーって言おうと思ったら起こしたよ。ちょっと厳しい、これ。マジでやっちゃった。こいつを捕獲しようとしてたんやけど、ちょっとこれ別のグループを起こしてしまったので、倒しとかないとまずい。で、彼女は 58% か。22、38。じゃあ彼女をここまで出すか。ちょっとハーフカバー、あ、ここで側面取れるね。ここで側面取れるから、ここまで行こう。ただショットガンなんで、多分ね、
OK、これで側面取れました。ショットガンなんで、命中率出るか、58か。46、58。これいこうかね。頼む。おお、当たった。やるね。彼女強いな。で、しくったな。やっぱ野良連れてきたらよかったな。ここで側面取れるね。よし、こっち行こう。 OK、 側面ゲットでね。もうこれ倒しとかな、まずい。こいつを倒しておこう。 70% お願いします。うわー、あかん、これよ。ちょっとこれ攻撃の手数多すぎるよ。敵の確実にやられるわ。まずやばい。どうしよう。まずいな。これはこれで車爆発させようかな。これどうよ。こっちは、あ、こっち殺せるね。巻き添えダメージで最大に2ダメージ与えれるから、これでこいつは倒せる。ちょっとね、敵の数1匹でも減らしとかないとまずいので、こいつ倒しとこう。 OK、OK、いけた。おーっしゃ。でね、これちょっと、ボスマンさんが、これも瀕死の状態なんで、逃げよう。一旦逃げよう。しゃあないね、これは。お、62% 出るね。あ、こっち倒せるかな。ここ 62% いってくれたら、ええんやけどな。頼む。頼む。オッケー。怖えよ、怖え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 。おお、マジで、あ、ちょ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 、あ、やめ、あ、おお、おお。助かった。開いた。木下さんがね、やられちゃったから、これまずいな。捕獲したいけど、これちょっと厳しいな。ここまで上げたのか。ダッシュでここまで上げたのか。よし、ちょっと大胆な作戦でいこう。監視してる。ま、あ、うお、開いた。ふう、捕獲できなくなったよ。っていうか、ゆうかちゃん死んでもうた。マジで。まさか監視してるとは。で、弾がない。リロードせなしゃあないね、これ。ふう。で、ボスマンがちょっと回復したから、一旦ここまで出そうか。ちょっともう射撃していかなね。あ、無理や。全然無理や。74%。お願いします。無理か。パッ、ゴリラ強いわ。一旦じゃあここまで出ようかな。あかん、もう弾がね、こうリロードしとくわ。もうちょっと 14% どうしようもねえな。ここでじゃあまたこれは、これ撃っとこうかな。オッケー。メックがパニクんなよ。ちょっときつ、めっちゃきつ。
うわ、やばこれ。ちょっと待って、うそ、いたー、どうしよう。あー、メックやられちゃった。ちょっとこれノラ連れてきたらよかったな。あ、やっちゃった。94パーいきますか。じゃあここもう、でもこれね、また弾がなくなっちゃうんよね。あ、ちょっとでも減らしとこうか。4ポイントね。ゴリラ強っ。もうあとこの2人だけ、絶対絶命やん。じゃあ75パーいきましょうかね。頼む。よし。てことで彼女を一旦ね、これ危ない。ここでフルカバーまで入れて、よっしゃ、側面取れたぞ。60、こっちか。こっちにおんの。こんなとこ、これギブソンやばいやん。完全側面取られてるやん。あら、あらららららら。でもこっち倒したいね、もう。ていうかね、とりあえず、敵の攻撃の手数を減らしていかないとダメなので、62%ね。お願いします、お願い、お願い。よし。よし。オッケー。メックが、よっしゃ、逃げてくれた。もうやめて、もうやめて。おっしゃ、アホや、こいつ。こいつアホや。こいつアホなやつや。やめて、おい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 。もうやめて、そんな。エイリアングレネードですよ。きつ。これで 78% か。全員倒せるね。っていうかカバーが外れちゃったから、ここまで出て OK。 これでこいつを倒す。よし、じゃあメック出していこうか、そろそろね。あー、弾がない、最悪。じゃあここまで出して、火炎放射届かんかな。無理か。リロードせなしゃあないね。おっしゃ、ゴリさん、ゴリさん、なぜか車線が通ってないね。リロードしとこう。で彼女、車線通ってない、なぜだ。じゃあ、ここも弾ないからね。リロード。さあ、どう出る。もう、やめて。唯一のダメージソースが、94%。お願いします、ゴリさん。よっしゃ。あと1匹かな。あと1匹で済みゃいいけどね。どうしよう。まあ、とりあえずここから射撃するか。47%当たってくれ。もう賭けやで、ここは。当たらんわな。
おわえちょ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 ええああえちょっとえちょっと待って。ちょっと待って。ゴリさんゴリさんゴリさん。あらゴリさんやられたやばい。ちょっとこれあと4人やしかも弾がないよまたこれ。ふう47。彼女勘で側面取られてるから、ふうラン&ガンでここまで行く。よし53%までアップした。もう頼む当たってお願い、もう本当お願い。で彼女がラン&ガンで、じゃあここまで行くか。よしここまで行こう。オッケー。でショットガン 78% 頼む。よしさあどうする。うわ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 もう12。で弾がない最悪。もうじゃあ彼女にかけるしかないよね。ここでね接射しよう。よしこれでいけるっしょ。頼む。おいい。まだあんの。ちょっと待ってどうしよう。とりあえずリロード。あでもねまだいてるけど、鳴き声がセクトイドですね。あの声はまさかこんなとこいてないよね。ちょっとこっちまで行ってみようか。 OK。 あーゴリさん死んだ。メック2体と木下さんとゴリさん死亡。めちゃくちゃやこれ。やばい、ちょっとこれやばいぞマジで。本当にやばい。おー一匹しまえた。あと2匹。おーまあなんとかいけるか。びっくりさせんなよ、まあ、よしじゃあここまで行って100%稼げるかな。よし 99% やな。これ外して笑うけどな。オッケー。よーし。じゃあここまで行こう。オッケー。あーやっちゃった。これはやばい。本当にやばい。マジでやばい。主力の兵士みんなやっちゃったよ、これ。完全アウトですわ、これ。すいません。